メだね、私。やっぱりあの日からパパとママとお兄ちゃんが事故でいなくなった時からずっと泣き虫で、なぎなたも全然強くなれなくて逃げてばっかり。今日も今も怖くて、急にゾンビがたくさん襲ってきてパニクっちゃって、ずっとさゆりの名前呼びながら。私、リサ落ち着いて、大丈夫、大丈夫だから。リサには私がついてるね、だから安心して。さゆり、ありがとう。でも、でも、なんでもない。ごめんね、もう落ち着いたよ。それでこれから生存者を見つけるの？どうやって？校内を手当たり次第に見回って。ねえ、私思ったんだけど、職員室に行かない？え？職員室？なんで？校内放送を流すの。それで、そうだな、確か2号館の2階2組の教室に緊急通信の機械があるから、そこに集合してもらって救助要請を送ろうよ。どうかな？それだよ、さすがリサ、頼りになる。そう、うん、行こう職員室。うん、それじゃあ私はこっちを探すね。みんなのためにも頑張らなきゃ。大丈夫かな、みんな。これでよし。
みんなのためにも頑張らなきゃ。